西武 HD 株主総会で2年連続で山川穂高が訴状に。西武ホールディングス HD の第19回定時株主総会が21日埼玉所沢市の西武第2ビルで開催された。昨年は知人女性に性的暴行をしたとして強制性交容疑で書類送検された山川穂高内野手、後に不起訴処分について株主が解雇を求めるなど紛糾したが、今年も質疑応答では同選手に対する株主の怒りと質問が相次いだ。昨オフに国内フリーエージェント FA 権を行使してソフトバンクに移籍した山川だが、2022年の球宴第1戦の試合前練習で楽天浅村がアグー山川の愛称ソフトバンク行くってよと発言したとされる音声動画が一部 SNS 上で流出。このため株主はタンパリング事前交渉が疑われる事例、これはもろタンパリング追及して NPB 日本野球機構に訴えないのか、それをしないままだと非常に情けないと質問した。これに対し西武奥村剛球団社長56は、山川選手につきましては FA 制度にのっとった移籍、タンパリングについては事実を確認しておりませんとした上で、山川選手に限らずライオンズの選手であることの誇りや喜びを感じてもらえるよう、これまでもいろんな形で環境面の整備をしたりしてきた。これからも球団としては選手と日頃からしっかりとコミュニケーションを取りながら、私ども西武で長く活躍してもらう選手を育ててまいりたいとした。さらに別の株主からも昨年の山川の不祥事に対して西武グループ全体の影響や損失額損害賠償請求をしないのかとの質問も飛んだ。奥村球団社長は、昨年は大変ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません、当球団に所属している時点では無期限の公式戦停止処分としていましたが、その間コンプライアンス社会的責任については外部の有識者とも相談してまいりました、不法行為というところには今のところ考えておりませんと回答した。とっとと西武は手放せ、ソフトバンクがタンパリングしていたのは間違いないし、楽天が西武の選手引き抜いた時はスポーツ記者に連絡させていたことも分かっている、何らかの処罰が必要だろう、会社関係ないのに正しく風評被害ってやつだな、西武は身売りした方がいいんじゃない、まあもはや NPB は MLB へのマイナーリーグ扱いだし、このグダグダは仕方ないんじゃね、そんなんだからみんな FA で出てくんだろ、山川だけ叩いて西武強くなると思う、あとなんで主力選手が西武から出ていくのか考えたら、選手であることの誇りや喜びがないからほとんど FA で出ていくのでは、中古車買うほど落ちぶれてんだから球団手放して新車を入れろよ、親会社がおんぼろすぎる球団より社長の交代が先だろ、最強森西武の頃と球場の場所は変わりないのに今とても選手に不評なのは昔は我慢してたってこと、西武はホテルとか売却しまくってるのに野球なんてどうでもいいだろ W。 ご視聴ありがとうございました。